そうなんですよ。なんか照明って映っちゃうな。ぜひ。サオリっていう名前で出てきますね。私はチャット見れないんで、須田さんしか見れない。こんにちは。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。本日はありがとうございます。本日はお集まりいただいてありがとうございます。こんにちは。こんにちは。
YouTube ライブで授業をします。よろしくお願いします。お願いします。YouTube ライブで授業をします。よろしくお願いします。お願いします。声が響いてますどうしますか。皆さん自己紹介とか。そうだね、自己紹介からいきましょうかねどうしますか。皆さん自己紹介とか。そうだね、自己紹介からいきましょうかね じゃあ生徒様からじゃあ順番に軽くやっていきましょうかね。いいですか。じゃあ生徒様、あ、これだいぶタイムラグがありますねじゃあホッシーさん、はい、どちらからお越し、はい、はい、仙台校に通ってます。ホッシーと言います。教室に通い始めたのは2年前ぐらいからで、仕事は、地元の放送局で気象予報士として天気予報をやっています。はい、天気予報士さん。そうです。なんと、はい、朝早い番組に出演しているので明日も3時半起きです頑張ります。今日はよろしくお願いします。いつも通ってくださってありがとうございます。はい、そうなんですよ。天気予報士さん、素晴らしいですよね。趣味で通ってくださってるんですよね。はい、そうです。ありがとうございます。じゃあ、浜口さん、通ってくださってるんですよね。大阪から参加しています。浜口さん、キャスト系の方から。よろしくお願いします。はでです。お願いします。トレードマークメグさん、はじめまして。トレードマーお願いします。メグさんは今どちらにいらっしゃるんですか。はい、沖縄から参加してます。ありがとうございます。娘も一緒に参加しちゃってるんです。沖縄から参加してます。ありがとうございます一緒に参加してくれてるんですかね。一緒に参加しています。なんかよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。楽しみに出てください。一緒に参加しています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では授業を始めていいですか。お願いします。はい、お願いします。ちょっとじゃあ画面共有をいたします。皆さんこの青い画面は見えてますでしょうか。はい、はい、見えてます。この可愛いタコのキャラクターも見えますか。はい手を持って、あ、うちの公式キャラクターです。タコパス、CJ タコパスと言います。ぜひ覚えてください。はい、じゃあ、YouTube ライブ、オンライン教室始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあですね、はじめましてですので、これを見てくださっている方は、軽く、講師陣自己紹介をしたいと思います。ここに今出てる、似顔絵。これが私の顔です。似てますか？似てます。つよんと申します。私はですね、今仙台から
お送りしております。普段仙台店で、働いて、日頃からお客様を目の前に、書いておりまして、で、仙台でも教室を開いているんですけど、そこの講師としても勤めさせていただいております。またはオンライン基礎クラスの講師も担当しています。でですね、私は入社8年目になりまして、テレビ出演は、昼ナスの、似てるだけじゃないんですっていうコーナーがあるんですけど、3度ありがたいことにお声掛けさせていただいて、3度出演したことがあります、はい、出身は実は仙台ではなくてバリバリの関西人です実はゆるくはんなりなキャラでやってますので、皆さんご気軽に質問などいろいろしてください。今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。ではすだ先生、お願いします。あ、はい、すだです。こっち声出した方がいいね。はい、すみません、今日、サポートさせていただきます。すだです。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、普段は僕は今、浅草ですね。東京浅草に面して、浅草の雷門のお店で絵を描いたり、あと先生やったり。してます。で、最近だとちょっと僕スポーツ大好きでして、今回ちょっと僕の地元栃木の、バスケットボールチームのイラストとかを担当させていただいてます。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。好きな食べ物は何ですか？おにぎりですキャラおにぎり唐揚げです唐揚げ私も好きです。ラーメンが嫌いなんですよね。だから嫌いじゃない。嫌いじゃない。熱いから苦手って言って。という感じで楽しくやっていきますので、はい、本日はよろしくお願いします。はい。します。何度か実際のお教室に通ってくださっている生徒。もいれば、ちょっと初めての、生徒様もいらっしゃるので、今日は紙とか鉛筆マジックペンでもいいのでお持ちですかね、手元に。はい、ありがとうございます。このカリカチュアスクールでは、ゴールとしましては、特徴を捉えたユニークな顔の似顔絵、カリカチュアですね。ちょっと普通の似顔絵ではなくて、特徴をちょっとオーバーに捉えたユニークな似顔絵になります。そのカリカチュアが描けるようになるポイントを学ぶ授業でございまして、それを皆さん目標にして頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日の流れをざっくりお伝えしますと、今からモデルさん出します。写真が出てきます。でその方の下書きを皆さんでやっていただいて、そのモデルさんについての特徴を解説しますね。でそれから私の手元の方でちょっと実践してデモンストレーションしまして、でまた最後に生徒様の方で作品を完成させる、この流れになっております。では早速、今日のモデルさんはどんな人でしょうか。今から写真を出しますので、下書き鉛筆書きで大丈夫です。全然凝って書かなくて大丈夫ですよ。簡単に鉛筆書きでいいので、ちょっと濃いめに書いていただくと画面上で見やすいので、気持ち濃いめに書いていただけると嬉しいです。ちょっと強めに書く、うん、いいかなはい、その前にですね、ちょっと初めての方もいらっしゃるので、私たちが大事にしている、どうやったらね似顔絵ってみんな似るのって疑問に思っている方も多いので、まあざっくりご説明します。
似せるポイントっていうのが絶対あるんですよね。私たちそれを大事にしていつも似顔絵描いております。で、それは何かというとですね、まず特徴を文字化します。例えば目が大きいとか、口が小さいとか、輪郭は何の形とかですね、言葉に一回してみます。またはその方の印象も大事になりますよね。この人は可愛いなとか、かっこいいな、ちょっと怖そうだなとか、いろんな印象があると思うんですけど、それも一旦言葉にすることも大事になります。でですね、今書かれてますね、輪郭の形、その他に、パーツ、目、鼻、口とかですよね。パーツの位置、形、大きさっていうのもとても似せる上で大事になります。これをぜひ最初は文字化して、ね、そこから、絵を描いてみてください。はい、よろしいでしょうか。いいかな、描ける準備はできましたかね。はい、それでは今日はですね、この子がモデルさんです。うん。ではでは。なんか髪が何何？髪、あ、いいよ、何でもしゃべって。髪が上がってるね。どう？髪上がってるね。そうですね。いいよいいよ。そうですね。今やってみたみいただいたみたいに、先ほど私もご説明したと。写真が出てきて、その顔が目の前に、いらっしゃって、いきなり書くっていうよりは、まずは文字化してみます。そうすると、情報が整理されて、似せやすくなるんで。どうすればいいの？書けないかもかな。よし。じゃあ。お名前は聞いてもいいですか？メグさん、お子さんのお名前って聞いてもいいですか？あだ名でもいいですよ。はるかです。ですか？はるかちゃん？はるかちゃん。はるかちゃん、この男の子を見て、どう？どんな男の子？どんなって。わかんない。なんか、ちょっと。うんうん、目がどんな感じ？目がちょっと、うん、大きい声ではないと分からない。目が大きい？目大きいね、うん、目大きいね、そうだね。あとそうですね、大きいキリってしますよね、うん、これもぜひですね、生徒様は今手元に紙とペンありましたら、絵を描く前にぜひこう文字で書いてみてください。私の手元で書いております。では、そうですね、ホッシーさん。はい。はい、この美少年、男の子は、どんな特徴がありますか？見た目でもいいですし、お顔の特徴でも大丈夫です。目もなんか眉も眉、両方ともスリー系な感じ。そうですよね。スリー目、スリー眉。なるほど。じゃあ、浜口さん。印象がやんちゃそうだなって思いました。うんうん、そうですね、確かに。すごいなんか幼稚園でモテモテそうですね、この子は。ちょっと怖いな。ちょっと怖い。なんか輪郭と髪型とか顔の特徴とかはどうでしょう？髪の毛がモヒカンって書きたいんだと思った。うん、ああ、髪の毛モヒカン。あ、ありがとう。言ってくれてありがとう。そうですよね。髪の毛
なかなかこんなかっこいい髪型の男の子そんなにいないですよね。ちょっと昔のベッカムみたいなね。本当ですベッカムヘア。はるかに言っても知らないって言われそうだよね。確かに。ね、ベッカムの時代知らないよね。ベッカムヘアはあんまり確かに聞かなくなりましたね。そうですね。あとはありますか？これぐらいですかね。うんうん。そうですね。今言っていただいたこうやんちゃそうとかちょっとイケメンって今書かれてますけど、ちょっとこうお子さんですけど何歳ぐらいなんですかね。5歳ぐらい？ 4、5歳ぐらいですかね。ちょっとこうキリッとした印象ですよね、お子さんにしては。なんですけど、その印象ってこう外見と内面って実はリンクしてて、例えば目が釣り目で、釣り眉っていうのを今言っていただきましたけど、まあ、こう釣り目だったり釣り眉の方ってこう印象がキリッとして見えるんですよね、うん、そういうふうにこう考えていくと特徴がどんどん分かっていったりもします。はい、じゃあ今言葉にいっぱい出てきましたので、一応そうですね、あ、いいかな。じゃあ先に生徒様の方で、そうですね、5分ぐらいお時間取りますね。5分で、そしたらこの男の子を長生きしてみましょうか。はい、ちょっと。はい。やばい。うん、5分でここ。よろしいですか？大丈夫です。はい、じゃあお時間測ってみますね。はい、では行きます。よーい、スタート。もう始まっちゃった。うん、もう始まった。え、どうするの？似顔絵か。え、似顔絵を描かないといけないの？なんで？なんで？はるかちゃんは絵好きですか？ね、絵好きだよね。あ、そうだ、残念な。同い年ぐらいかな、はるかちゃんとこの子。なんだね、いとこにこんな感じの子がいそうだよね。あ、そうですね。まずなんか。やばいよね。まだ俺初心者丈夫なんで。イヤリングも取れてるじゃん、もまったら。メグさんはなんで似顔絵やろうと思ったんですか？そうです、子供がやっぱりあの絵描いたりとかが好きなので、うん、一緒に描くにあたってやっぱりちょっとでも上手くなりたいなみたいな。なるほど。絵のなんだろう、そういう勉強ってしたことあったんですか？全くないですね、どっちかっていうと。ああ、いいですね、いいですね。なんかうちの教室って実はなんか似顔絵を習ったことある人よりもなんかそういうデッサンとかやってない人の方がこうちょっと絵がユニークになったりとかってすごいするんですよ。なんでむしろやってない人もすごくおすすめですね。なるほど。はるかできないかもね。なんかこう授業中にこう落書きとかするのが好きだった人みたいな、そういう人の方が向いてたりします。ね、できない、できない、ママどうすればいい？どうすればいい？いいよ、まず一回書いてみていいよ。どんなんでもいいよ。どうなっちゃってもいいよ。でも長く難しいな。そうだ、難しいね。非常に難しい。非常に難しい。非常に難しい。ママどうすればいい？うん、え、マイクさん笑われてる。なんかめっちゃ笑われてるんだけど。面白い。ひどい。あとね、2分ぐらいですね。大変。急げ。
ホッシーさんは、天気予報士さんをされながら、はい、なんで、カリカチュア教室を通ってみたいって思ったきっかけとかってあるんですか？まあ、昔から絵描くのは好きだったんですけど、いわゆる本当写実的な絵しかやってこなかったん で多分やっぱり人にこう喜んでもらえるのって、まあ、イラストとかユニークな絵だよなっていうふうにやっぱり思うようになって、それでそのカリカチュアのお店も仙台で、ね、ちょうどできたんで、よしやってみようと思って、はい、通うようになりました。嬉しいですね、ありがとうございます、はい、そうですよね、こう人にあげたりできるのがやっぱりすごくいいところだったりしますよね。喜んでいただけますし、なんか実際に誰かにプレゼントとかってされたりしたんですか、星C さん？あ、何度かしたことあります、はい。あ、そうですか、はい、教室でも書いてくださってますもんね、はい、プレゼントとかで。須田先生、チャットは来てますか？チャットで、2人、メッセージ、あ、3人。あ、3人。あ、ぜひ、チャットください、皆さん。初めての試みなので、心細いので、ぜひ、チャットにもコメントもお願いいたします。やばいって。やばい。やばい。やばい。楽しみだな。どうする？猫飼ってない。猫飼ってない。言ってる。私なんか全体的に飼ってないけど。小松さんがスヨン先生かわいいって来てる。あ、本当ですか？まあでもその前に先に須田先生ハートマークついてるけどね。ああ。先こそ。小松和弘さんから来てます。で、ひろかずさんからです。ありがとうございます。僕の仲良しの生徒さん。書けない。そうなんですね。ああ、言ってらっしゃった。ありがとうございます。そうです、そうです。で、今か書き方教えてくれるから待っていて。あ、お時間がですね、今実はちょっと、実はひそかにピピピってなってました。すいません。あ、それでは、時間大丈夫ですかね。共有の方を切りますので、皆さん画面の方に、じゃーんって絵を見せていただけますか？見えるかな？お、どうぞ。あ、お、浮かんできたね、みんな。見ちゃまんまを描いてるの。おー、すごい、すごい、すごい。あ、ほしいさんの可愛いですね。あ、いいですね。うんうん。こんな風に描いた。見たままを描いてる感じだからね。いいじゃないですか。いいね。あ、浜口さんも可愛い可愛い。ビリケンみたいだ、ね。すごい。でも皆さん。ビリケン通天閣。通天閣に確かにそうですね。さすが大阪。そういうこと？すごい浜口さんのやんちゃそうですね。かわいいキャラクターみたい。ね、かわいいですね。浜口さんは一緒に描いたんですか？はるかちゃんと。はるかちゃんは輪郭までしか描けなかったね。はるかちゃんのも見せて。はるかの。してくれる？見てて、輪郭だけ描いたよ。嫌なの？嫌だ。わかりました。恥ずかしいかな。ありがとうございます。どうでした？めぐさん、初めて描かれましたかね？どうでした？描いてみて。うん、なんか、あんな可愛く描けない。リアルな感じに。リアル。リアルはやっぱり可愛くないね。あんまりね。うん、そうですね。なんかこう、ある程度確かにこう、キャラクターっぽく言い切ってあげた方が、なんか可愛さは出るのかもしれないですね。でもすごいです。なんか、お顔の描き方は。このなんか、輪郭がすでに崩れてるんじゃないかという。あ、そんなことないです。うんうん。
しっかりお顔をかけてますので大丈夫です。親だったら叱られそうな感じのもっと可愛いよって言われちゃいそうな、なんかうちの子もっと可愛いよみたいな。ホッシーさんとか書いてみてどうでした？あ、でもなんか授業でやったことが少しねやっぱり思い出されて、うん、でももっとあの浜口さんみたいにこうデフォルメして書けたらさらに良かったなって思いましたね。健さんっぽく。いいですね、浜口さんの可愛かったですね、キャラクターっぽくて。ありがとうございます。皆さん素晴らしい作品でした。ぜひすごい印象が皆さん伝わってくるような絵だったので素晴らしかったと思うんで、そのぜひこうインスピレーションというか、今から私のデモンストレーションとか見本はお見せするんですけど、ぜひそのご自身で感じたインスピレーションを大事にして書いていただけたらなと思います。じゃあですね、どうやったらもっと似たのかなとか、ちょっともうちょっと可愛く描きたかったなとかいろいろあると思うんですけど、そういった点を今からご説明して最後にもう一回描いてみましょうか。はい、もう一回描いてね、さっきの、うん、ごめんなさい、どこかな、同じ、うん、もう一回、はい、先生が今度説明するからね、説明した後にもう一回書いてみようっていうことです。説明してみますね。聞いててね。はい、じゃあ今こちらのお子さん書いてみましたよね。お子さんでしたよね、お子さん、お子さんなんで、まあすごいキリリとしたねかっこいいお子さんだったとは思うんですけど、まあお子さんなのでちょっと子供らしく可愛さも残しつつ、やんちゃっぽさも入れて描きたいですよね。うん、ではもうどうやったらもうちょっと、このモデルさんに近づいて描けたかなっていうのをちょっと解説これから加えたいと思います。今日はちょっと、子どもの描き方っていうのをテーマにして解説したいと思います。そうです。こちらに、男性と男の子いますね。明らかに大人と子供っていう風に写真見たら一発で分かりますよね。大人の方が違うのか。どうだな。はるかちゃん答えられるかな。何かな。はるかちゃん、この2人って何が違う？大人と子供何が違うって。何が違うかな？見えないと書くのか。母は関係ないんじゃない？はい、大きかった。見て、顔の形が全然違うね。大人と子供でこう見ていただくと、大人と子供の違いで言いますと、まあ、基本的にお子さんは丸いシルエットです。でそれに比べて大人はどちらかというとこう細長いのが基本になりますね、っていうのが明らかに違うポイントとなります。面白い。こっちを見ていただくと写真気づかないところが見えてくると思うんですけど、こうやって見ると全然目の高さ違うの分かりますか？こっちが、ね、違いますよね、うん、こっちがどう？なんかこっち目の辺だ、こっち上の辺だ、うん、目が下になってる。パーツの、そうですね、パーツの位置が違うって今書かれてますけれども、うん、ですね、今はるかちゃん言っていただいたんですかね、パーツが下に来るって書いてあります。そうなんですよ、お子さんの顔は丸くっ
ってパーツの位置が下寄りなんですよね、っていうのが明らかに違うところになります。この図形だけで大人と子どもの違いって分かりますよね。でこれは何でかというと、お子さんってまだまだあのお顔が出来上がってない途中なので、鼻の長さ、鼻がまだ未発達だったりですね、顎も、まだ出来上がってないのでちっちゃいです。鼻と顎がまあ明らかにちっちゃいっていうのがあるんですけど、そこが未発達な分パーツが、下に下がって見えて頭も大きく見えるんですよね。そのパーツの位置が全然大人と違うっていうのがお子さんを描くときのポイントとなります。はい、ちょっと目とかも実は離れて見える現象があります。それは何でかというと鼻の長さもないのでやや離れて見えるんですよね、うん、っていうのが子供を描くときのポイントとなっておりました。なんかこっちか大人の鼻を大きいわかった。なんか小さいし違うね。でぜひこれをベースに考えていただくと一気にお子さん顔に近づくことができます。どうす、はい、んではでは、ここか、共有を切ります、切りますね、はい、先生、じゃあ先生がこの方、このお子さんを書いていきますので、私の手元今見えてますか？はい。見えてます。はい、ありがとうございます。じゃあ今から私が下書きをして、ペンまで入れますかね。ペンまで入れてみましょうかね。はい。やってみます。先ほどのポイントをおさらいしますね。お子さんは基本丸いシルエットです。見えるかな、ちょっと濃いめに描きますね。あ、そうそう。で、ほっぺもちょっとぷくってしてます。もう、お顔がこう、骨が発達してきて、出来上がってくると、どんどんこうほっぺたが伸びてなくなってくるんですけど、お子さんってまだ成長過程なので、ほっぺがぷくっとしているんですよね。ちょっとなので、皮膚、質感的にこう柔らかそうな、ほっぺこうつついたら柔らかそうですよね。そんなイメージで描いてあげると可愛らしくなるかなと思います。で次、髪型。モヒカンヘアですよね。上にこうピュピちゃんみたいにモヒカンになってる。で、お顔だけじゃなくてここも重要になります。首とか肩の関係ですね、実はお子さんって首そんなになくて短くって肩もちっちゃいです。実際に写真見ると、まあ、明らかに肩の方が顔よりは大きいんですけど、それを写真そのまんまこれぐらいに肩幅描いてしまうとめちゃくちゃ体大きい人に見えません？すごいマッチョの方、ゴリゴリマッチョな人に見えますよね。あんまり子供らしく見えないですよね。なので、写真で見てるよりももう本当にちっちゃく、大げさにちっちゃく書いてあげてください。これも結構重要なポイントになります。で、十字線をよく漫画家さんとか入れますよね。お顔に十字線って、あれにも
ただ入れてるわけじゃなくて意味があります。あ、失礼しました。切れちゃいます。なぜ十字線を入れるかというと、浜口さん、なんででしたっけ。もう一度お願いします。あ、お顔の十字線を入れる意味、顔のパーツの位置とかを分かりやすくするため、そうですね。ありがとうございます。うん、ですね。そうこれはです。顔の中心なんですけど、横線は、目線を決めるときに使います。そうですね。パーツ位置。これ目を先に決めると結構他のパーツも配置しやすい。でお子さんってさっきお説明した通り明らかに頭の方が大きいんで、まあ、お顔のもう半分より下ぐらいにパーツを入れてあげるとよりお子さんらしくなります。結構思い切りいると思うんですけど、結構自分が思ってるよりも思い切って下にしてあげた方がより近づきます。じゃあ鼻も置いてみますね。鼻はね、実はちっちゃいんです。お子さんって。ちっちゃく、かわいく描いてあげましょう。続いて、なんか口の形、ちょっとこう、なんでしょうね。よく見てるよ。あれか見てる。こう、口角がキュッて上がった。こんな口してますね。続いて、目が特徴的でしたよね。さっき言葉に出していた釣り目、釣り眉っていう特徴がありましたよね。ちょっと目がちょっとね、大きい、キリッとしてる。なんで、大きさとしてはこんな感じ。結構こちらも、思い切って書いてあげるね。割と大げさめに釣り目にしてあげると、より中途半端に釣り目にするよりは、より印象が近づきます。はい、で、こういう感じですね。釣り目の、釣り目のパッチリした印象、どうでしょうか。ちょっとやんちゃそうでキリリとしてますね。可愛いらね。でですね、お子さんの特徴もう一個あって、目のここ目頭、ここが目頭と言います。目頭が、丸いです。なので、なんかね可愛くなくなっちゃったっていう人のよくある。ミスで、こういうよくあるこうアーモンド型の目描くとちょっと印象が大人っぽくなって、あまりこうお子さんの目らしくはなくなるんですよね。これはなぜかというと、鼻がこの発達してない分目は丸く見えるんですよね。ここが必ず丸く見えます。こう丸くしてあげるだけで実はお子さんっぽく描けるんですね。はい、ではペンまで入れてみていいですか。はい、見たい見たい。ございます。いきます。はい、ちょっと見えにくかったら言ってくださいね。私たちどこから描くかというと鼻から描きます。なんでかというと、顔の中心だからですね。鼻から描くと全体がずれにくくなります。鼻から描くの。そうなんです。鼻から描きます。私もこれ習う前は輪郭からいつも描いてたんですけど。鼻から描く。鼻から描く。
続いて目いきますね。この書いてみ、黒目もちょっと大きくしてあげるとかわいいお子さんの目になる。これは緊張しますね。いつもよりも？いつもより緊張しているのか。そうだね、多分ね、何人ぐらいだ？ 1000 人ぐらい見てるか？そんな緊張するほど全然見てないと思うんですけど。見てるんだよ。見てる、見てる。今から増えてくる、今から増えてくるよ。まあ、眉毛ね薄いんで、まあ、2本ぐらいシュッシュってする感じでこの子だったらいいかなと思います。こんな感じですね。はい、次、髪型、髪の毛いきますね。でモヒカン、これバサバサってこう毛先になってるんですけど、絵に描くときはそんなに難しく考えず、ちょっとこう図形に捉えて簡略化してあげると描きやすくなります。ちょっと止まっちゃいました。こんな感じでこう毛先を意識しながらこう図形と下書きで書いた線を折っていくように戻ってみてください。で輪郭ですね。輪郭丸いので、お顔のパーツは割と細めの線で描くんですけど、輪郭は大きいお顔の方、大仏になりますので、立体物の下には影ができますよね。なので、こういう輪郭とか大きいシルエット描くときは、ちょっと太めの線で描いてあげると、見栄えがかっこよくなります。続いて耳。はい、これでお顔が完成しましたね。そしたら首肩いきますね。細くて短い首と、こういうぜひね、肩とかの描き方とか、どこをペン太くしたらいいかとか、細くした方がおすすめとか、そういうのも授業の中で細かく説明しております。はい、できました。いかがでしょうか。すごい。こんな感じでしょうか。めっちゃ可愛いですね。ね、可愛い。うん。可愛いですね。子供にしたい。イケメンの子供を見たいですね。もうはい、それではぜひこちらを参考にしていただきながらもう一回書いてみましょうか。はい、はい、あ、これでいいですね。
私の手元が切れました。でみんなももう一回あれかな、下書きとペンかな。ペンもそうですね、下書きとペン。下書きの時点で一回見ますか、見てみますか。2分で下書きして1回見てみますね。で、はい、そこからじゃあペン入れてみましょうか。はい、ではお願いします。下書きもそんなに書き込まなくていいので、で、面白い面白いと面白い絵描いてる。面白い絵描いてる。そうだよ、面白い絵描いてる。面白い絵描いてる。最終的な目標も面白い絵を描くだから。そうなの？そうだよ。聞いてなかった。先生のこと。こんなに楽しいの。スヨン先生は似顔絵習ってどれぐらいなんですか？はい、な、習って。習って習ってって言わない。プロになってプロになって8年目です。8年目。は、はい。時が経ってしまいました。その前から似顔絵って書いてたんですか？ああそうですね、なんか好きでしたね。なんかずっと似顔絵じゃなかったんですけど、まあ絵自体は趣味で好きで描いていて、うん、そうですね、なんか学生、専門学生の時に結構なんか人のモノマネとかこうなんかこうそれを紙に描いて見せてなんか笑ってもらったりとか、じゃあ次自分書いてとか言ってもらえるのがすごい嬉しくて、うん、なんかいつしかカリカチュアに興味持った感じですね。なるほどね、うん、こんな感じでした。はい、2分経った？経ちました2分の話を持たせて全然盛り上がらない話で2分経ちました。ありがとうございます。下書きできました？はるかちゃんもう飽きたかな？はい、そろそろ飽きました。折り紙に移りました。じゃあ下書き見てもいいですか？あ、ありがとうございます。あ、はいはい、うん、あ、いいですね。目の描き方。かわいい。こういうキャラ、映像です。いいな、みんなこれ。すごいいい。ホッシーさんも髪の毛、いいですね。もうモヒカンを強調していただいて。うんうんうん、かなり悪ガキになったんだけど。でも共通してるのは、さっきより結構お子さんっぽく描けたんじゃないでしょうか。パーツが。しっかり下寄りになってたりとか、うんうん、位置関係ですね、目鼻口の位置関係とか、うんうん、いい感じですね。皆さん似てると思います。うん、うん、ありがとうございます。じゃあぜひね、ペン入れてみましょうか。入れますか？そうですね、先生ペンも入れてみましょうか。はい、メグさんはお持ちのなんかマジックとかいいしかないけど大丈夫かな。大丈夫ですよ。はい。ありがとうございます。すごい可愛い表現ですね。目の描き方とか。でも結構絶対いたずらしそうな感じにしか見えないんだけど。でもなんかその印象が。それってすごく大事なんだよね。うん。そうですね。なんか印象ってあるじゃないですか。そのいたずらしそうとか。うん、ね、こ、まあ、例えばかっこいいでもいいですし、怖そうでもいいし。そういう印象をすごく大事にしてあげるとよりその人らしさって出るので、
そうなんです。そう、やんちゃしそうとかっていうイメージはすごく大事だと思います。あ、須藤先生嬉しいです。山口さんからペン入れ職人技ですねって、ペン入れだけの動画ずっと見てたいって、あ、そんな、ありがとうございます。嬉しいですね、職人技なんて。いえいえ、ありがとうございます。でも最初は使いにくかったね、このペンはね、やっぱりね、やばかったですよ、私も。もう、社長にもずっとペンやばいねって言われてましたもん、私。入社試験前にペンどうにか直してってずっと怒られてます。いわゆるちょっとこのコピックというペンなんですけど、柔らかいペンなんですよね。なんで少し軟質というやつで、少し扱うのはちょっと難しいんですけど、なんでこれがいいかっていうと、強弱、細いところと太いところ、さっきスヨン先生が首の下って影になるから太くなってるといいですねって話をしたと思うんですけども、強弱がこの1本で書けるので、すごくクオリティの高い絵になります。なのでこのコピックというペンを僕たちは推奨して絵を描いてますね。そうなんですよ、はい、アルコール性マーカーなんですよね、うん、なので乾きがめちゃくちゃ早いっていうのも、こう似顔絵描く上ではいいところというか、うん、コピックはね、慣れなんで、最初は皆さん絶対もうスンって最初から描ける人は誰もいないはずなんで、もう練習ですね。山口さん、うんって。めっちゃうまくなりましたよね。いまだに手ちょっと震えます。震えます。絶対でも仲良くなります、信じていれば。頑張ります。瀬尾先生、他にはどんな生徒さんが多いですか、いらっしゃってくれる方。仙台ですか、それ仙台のみ、コースにもある、うん、そうですね、仙台だと年齢的には 30-40 代以上とかですかね、平均 3,40、うん、代ぐらいでしょうか。耳の骨も描いてもらう、全然お仕事しながら、うん、趣味で似顔絵がちょっと描けるようになりたいとか、うん、自分の身の回りの自分のお子さん描いてあげたいとか、なんか職場の人の送別用を描いてあげたいとか、飲み屋の、お客さんを描いてあげたいとか、いろんな思いで結構来てくださってますね。うん、そうなんです。ありがたいですね、結構皆さんいろんな場所から。オンラインですと、まあどっちかというと若い方が多いんですかね、オンラインですと。まあオンラインだとそうだね、うん、これはまあ 4,50 代の方もいらっしゃいますし、うん、教室が今そうですよね、東京と仙台と、あと関西もやってましたし、その近くにお店がない方は、まあ、教室までどうしても通えないと思うんですけど、オンラインでしたらね、ご自宅で受けられるので、そういうところがいいところですよね、うん、うん、そうだね。自宅からできるんだからすごいことだよね。だからこのね、コロナになって、ね、大変なこともたくさんあるんですけども、でも逆にこうやってオンラインを使って全国どこにね、今日なんか、ね、仙台、大阪、沖縄ですからね。なんか、ね、上から人とつながってね、絵が好きな方に来てもらえたら嬉しいよね。ね、気温全然違うのにね。そうですよね。
ですよね。沖縄とかって今、ま、何度ぐらいですか？でもなんか今日22度ぐらいしかないかちょっと肌寒いみたいな感じかな。しかない。なんか多分連休中の真ん中とかは28度とかは言ってたからかなり暑かった。激暑。同じ日本でもこんな違うんですね。なんかねえ。仙台めちゃめちゃ寒いですよ今。雪降ってます？まだ雪は降らない。雪まではまだですかね。その辺は天気予報士の。はい、あ、確かに。土曜日から一気に寒くなりますよ。沖縄も。土曜日から。沖縄も寒くなります？沖縄はまだそんなんでもないですかね。うん、大丈夫ですか？沖縄でも、はい、真冬でも15度は絶対行くから。そうですね。寒くないじゃん、15度も。15度すごい寒いんだよ、沖縄の人にとっては。めっちゃブルブルだよ、15度は。ね、15度って冬なんですよね。すごい。でも僕2月の沖縄行ったことありますけど、暑って思いました。暑いですよ、めっちゃ暑いですよ普通に。まだ、逆にまだ半袖絶好調ですね。冬に行きたいですね。なんか、そう、あったか、昼間とかだったらかなり暖かいと思います。海には入れないけどね、多分まだ。いいですね、沖縄住んでみたいですね。いいんじゃないですか、住んでみたら楽しいかもしれないですよ。はい、そろそろ大阪から逃げたい。はい、あ、できました。ちょっと時間かかってなかったです、ごめんなさい。ペン書けましたかね。はいはい、あ、じゃあ見てもいいですか。あー、かわいい、ペン入るといいですね。うん、あ、すごい、浜口さんもめちゃくちゃ上達されてますし、あ、星さんもかわいい、いいですね、ありがとうございます。うん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 、皆さんかわいらしい。なんかちゃんとこの絵だけ見てもちょっとだいたい5歳児ぐらいかなっていうのを分かるように描けてるんじゃないですかね。うん、ありがとうございます。やんちゃ感も出ててとてもかわいいです。どうですか、あの1回目何も見ず、何も考えず描いた、何も考えずですね、何も解説を聞かずに描いた絵と比べてみて。激変だ。違います。メグさんあれだね、さっき最初に書いたのと今のやつと比べたらあれかな。最初に書いたやつでも表裏に書いてしまったから。あ、表裏だったんですね。あ、いいですよ、うん、そうですよね。あ、すごい、こう見るとアニメになった感じだね、ちゃんと。そうですよね。あと首の太さとかも明らかに違うので、1回目描いた絵はちょっと大人っぽいですよね。少年ぐらいですか。そうだね、そうだね。野球少年って感じですね。確かに。確かに一気に5歳児になりました。すごい、この時間でこんなに上手になっちゃうの。上手になった。できるかな。はるかの顔見て描いていいよって言われたけど、はるかも描けるかな、描けるようになるかな。なります、なります。なります、ありがとうございます。やっぱでも知ってるのと知ってないのだけでこんなに違うってことも、はい、あの感じていただけたんじゃないかなと思います。ありがとうございます。あとは大丈夫ですかね。です。じゃあ、ちょっとじゃあおさらいをしますね。はい。沖
子さん書いていただきましたね。違いがパーツが下寄りであることと全体的にやっぱ丸いんですよね。大人と子供を比べた時に明らかに違うポイントはこちらでした。皆さんそれをね踏まえてくださったので一気にお子さんらしく可愛く表現ができたんじゃないでしょうか。はい、という感じで、カリカチュアスクールではこういったモデルさんをよりそのモデルさんらしく描くためにはどうしたらいいかっていう、もう似顔絵の基本ですね。どう表現したらいいかとか描き方とか似せるためのコツとかそういったところを教えてますし、さっき軽くご説明したコピックのこう線の引き方まで、なので全然初心者でもご参加大丈夫です。そういったところを教えてる授業となっております。じゃあこのスクールの受けさせていただいていいでしょうか。はい、で、これから授業を受けていきたいなって方には最初の方にはこの体験教室っていうのをオンラインでやってますのでそちらがおすすめになります。いろんな授業があるんですけど今この画面に出ている6つの授業あるんですけれども、最初スタートとしてはこの体験教室を最初受けてください。日程もご案内しておきますね。今月のもうすぐなんですけど11月29日日曜日こちら4時からになります。2時間ですね。あとは12月19日もあります。こちら3時からになっておりますのでぜひぜひご興味ある方絵が好きな方全然絵描いたことないけど似顔絵描けるようになりたいとか何でもいいです。ぜひぜひご参加いただければ嬉しいと思います。続いて、これ画面見えてますかね。この左側、はい、Draw Your Dream セミナーって今書いてますけど、こちら11月の、ご案内の今、画像にはなってるんですけど、これ何をやってるかというと、海外の絵描きさん、有名、超豪華アーティストさんと、こういう感じで Zoom でつないで、毎月豪華イベントをやっております。のでご興味ある方はぜひぜひお問い合わせください。続いてですねこの、右側に、新画材 How to Coloring Workshop っていうのがあります。あ、カラーリングお見せするの忘れました、ごめんなさい。そうでしたね、まあ、今日は時間がないんでねこれで大丈夫です。時間ないんでね、そうですね、失礼しました。私たち普段塗っているお店で塗っているもうプロと同じ画材を生徒様もお伝えして習えちゃいます。それについての、色塗りについてのワークショップがあります。こちらも全然初めての方もちろん今まで授業に参加してくださっている生徒様はもちろんですけどそしてこれから始めたいなとか、顔の塗り方知りたいなって方にも全然大丈夫ですので、初心者の方もぜひぜひ興味あればご参加ください。これはもう、授業受ける前にもう画材も手元にある状態で習えるのですごい楽しいと思います。はい、こちらもよろしくお願いします。あとはですね、公式でやってる LINE もありますし、Instagram、Facebook もあります。カリカチュアジャパン公式で調べていただくと出てくるので、こちらと、あと、ぜひ、私の Instagram やってますので、ぜひフォローしてくれたら嬉しいです。須田先生もやってますか？はい、やってます。フォローしてくれたら嬉しいです。どしどしメッセージください。質問です、お願いします。ということで、
軽くお見せした授業でした。消しますね。はい、皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はちょっとこのね、YouTube で初めての、公開ということで、ちょっとね、見にくかったりとか、声が聞こえにくかったりとかもあったかなと思うんですけども、僕たちこういう似顔絵の教室をたくさんの人に知ってほしいんです。これは別に絵が描ける描けないじゃなくて、なんかこう自分の何かをこう作ったもので誰かを喜ばしたいとか、幸せにしたいとか、自己満足でも全然いいです。なんか似顔絵って描けるようになると多分人をまず喜ばすことができる習い事かなと思うので、ぜひたくさんの方にね、ちょっと興味持っていただけたら嬉しいですし、通常の授業も僕たち都度払いでやってるので月謝制ではないので通いやすいと思います。であと単発の先ほども言った通りなイベントも単発も開催してますので、もしよろしければもうちょっとでも興味あったらでいいので、体験教室ぜひお待ちしておりますので、今日は本当に、1時間、ね、生徒さんにも3人も参加していただいて本当にありがとうございました。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 はい、では一応、はい、配信の方は以上で終わりにしたいと思います。はい、皆さん見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。